皆さんおはようございます。ちょっとご紹介いただきましたけど、私はシルバー大学校29期生の卒業生です。ですから今から7年前に、皆さんと同じ机の上で勉強いたしました。そしてその後大学院を卒業して、で徳島学博士ということです。先ほども申し上げました通り、ここの学校で学んでおりますと、その資格が皆さんできますので、簡単な論文試験を出して、それで面接するという工程です。たくさんこの学校というか、ほとんどこの学校出身ですけど、徳島学博士は毎年、輩出されておりますので、どうぞ続いてお願いいたします。今日は徳島県民と人形浄瑠璃ですけど、人形浄瑠璃ばかりでありません。徳島の歴史、これをたくさん盛り込んでおりますので、十郎兵衛やおつるだけではない話を進めていきたいなというふうに思いますので、話があちこちこう飛ぶかも分かりませんけど、それはそれに関連した歴史を盛り込んでいきたいなと思います。今ここで出てますこの像ですね、これどこのか分かりますよね。私たちが今ね、23名ほど十郎兵衛屋敷でボランティア活動をしてます。その十郎兵衛屋敷の玄関に設置された銅像でございます。しかし人形浄瑠璃にしてはこの銅像ちょっと違うでしょ。一目で分かるのは人形でないということです。この頃はね、人形浄瑠璃と歌舞伎とがもう競い合って、お互い同じ演目をね、競い合ったんです。ですからこういうケースもあるわけですね。これは歌舞伎役者の市川福之助と福太郎の親子のモデルにしたものです。で制作したのは新潟県の樽谷清太郎さんという日展無鑑査の作品で、昭和29年にこの十郎兵衛屋敷が開館した時に50万円で制作費購入したものです。今のお金にしたらね、なんぼでしょうか。私今思い出すのね、私その頃中学生でしたけども、先生がね、日本の国も予算が1兆円になったぞという話を覚えたんですよね。今100兆円、ですから100倍とは言いません、これはちょっと比較ができませんので。給料がね、1万円もなかった、6000かね、7000ぐらいの時だと思うんですよ。それからするとね、だいたい50万円が1500万も2000万も今の価値からする銅像と思います。これが銅像でございますっていうようなね、説明はしてないんです。ほとんど今言った軽い説明をしてますけど、そんなことで、徳島県民と人形浄瑠璃の始まりでございます。今日の話は最初にちょっと人形浄瑠璃から外れた徳島県民性のことをちょっと小話でやります。その後人形浄瑠璃の起源とか、阿波と淡路の歴史とか、人形浄瑠璃の特徴、それから形成阿波の鳴門ご存知のこれについて、進めていきたいと思います。これが先ほど申し上げました、大学校卒業してアイランドの方からボランティア活動しないかというようなことでお勧めいただいて参加したメンバー、この当時、そこの前にもありますけど、24年の5月から始めましたので約4年半ぐらい経ってます。その時23名でございました。現在も続いてますが、今も23名なんですけれども、メンバーは変わってます。私もね、今年90を迎えまして、
当時は若かったんですけどね、そんな年になってきまして、23名が 土日祭日、これから門日にね、やっております。その当時ちょうど国分祭がありまして、それに盛り上げようというようなことから始めたということです。説明し方はだいたいこんな感じです。展示室っていうのがありまして、そこにいろいろな歴史とかね、作品を飾ったんです。そこでの説明をいたしております。ちょうど4年半経ちましてね、徳島県知事さんもね、十郎兵衛でボランティア活動をしてるぞっていうことを各会合ごとにね、説明をしてくれまして、県政報告に、今年の県政報告にも十郎兵衛の写真がちょうど載ったところでございます。まあ賞状だけですけどいただきました。今日の話、まずは県民性の話からいきますが、四国は昔からね、どんな性質かという小話があるんです。もし大金が入ったら四国の県民はどんな対応をしたんだろうかという小話です。ですから実際の話ではありませんが、私がそれにこじつけてなんでこう言われるんだろうかなというのをやってみました。もし大金が入ったら四国の各県はどんな反応をしたか、データをちょっと出してみたいと思います。これは今年の7月に、東京商工リサーチが出した、全国社長排出率ランキングです。これを見ますと徳島県1位、嬉しいですね。徳島県が1位というのはね、なかなかありません。国体でもね40番ぐらい走ってますし、県民所得もね、相当してますけど、四国の各県みんな高いです。香川、愛媛、高知ね、47都道府県の中でこんなところにおります。まあこれが徳島県の一つ、社長の率が高いぞと。ただこれは率でしてね、実数ではありません。75万6千の 1.37% ですから1万人ぐらいということですね。ですから愛媛県ですと率は 1.09 ですけども、人口が多いので1万5千人ぐらいというような数字になります。新聞にもね大きく出まして、社長排出する徳島1位ということで、徳島の県民性は堅実で実利を尊ぶ気風が強いとされ、新種の気象にも富んでいると、新しいことにもするんだと、もうサラリーマンより社長がええぞというような気風があるんだろうと思います。続いてアルコールの消費ランキングというのを出してみました。これでいきますと高知県が一番高くて12位です。あと香川も徳島も酒を飲まんぞということ、飲みますよね。ですけども国税庁の統計がまあこんなことになっとるので、本当かどうか分かりませんが、まあ飲まない人も結構ありますよということで、平均的にこんな数字です。もう一つ国税調査、これは何を見たいかということですが、もう貯金高を見たいんです。一番最後のとこ、これ貯金高ね、各データいろいろありまして、どれが正確か分かりません。いろいろ違いますんで、これが正しいかどうか分かりませんが、ここでは香川県が1位、1558万9000円、1所帯あたりね。皆さんの家ではどうでしょうか、1500万お持ちでしょうか。徳島県もね、1400万あります。それと、この徳島で特徴的なのは、ちょっと薄らんかな、遊行寺院というのがあるんです。これが 84.1、 まあ就業年齢というか20歳以上65歳未満ぐらいの人は職業についとるだかどうかというのが 84%、 他の県より高い。これは徳島の奥さん方というか
女の人も働いている、あるいは兄ちゃん姉ちゃんも働いている、一所帯で働いている人が多いという数字を表しているということで、県民所得も所帯あたりの年間収入も四国では一番高いというような数字が出ています。まあこんな数字を参考にして、それではどういうことになるか。香川県は貯金をする、先ほど1位でしたね。それからこの愛媛県のデータはね、ちょっと私見つけ出しにくかったんで出てませんが、買い物をするということになってます。それから高知県は酒を飲む、これはデータねしっかり出てましたね。徳島県はそれを元手にして商売をする、まあこれね先ほど社長排出率1位というようなことから、まあ10万円でね元手で商売というのはちょっと無理ですけども、まあこれは小話ですから、まあお許しいただきたいと思いますが、まあ四国四県ねそれぞれ特徴がありますが、香川県と徳島県はよく似てます。だいたい始末なあまり使わないせこいというような感じが出てます。愛媛県の人はね割り方おおらかなんですよね。で、趣味とか俳句とかねいろいろそんなところがありますのでちょっと違う。高知県は豪快でしてね、高知県だけが太平洋の方へ向いてるんですよね。あとの四国はみんな本州の方ね、広島岡山大阪の方へ向いてますけど、そんなことで高知県はまあ明治維新にもね傑物を出して、大活躍した県民でございます。まあこんな小話がありますよということから始めたいと思います。それでは徳島という地名の由来、これはご存知の方も多いかと思いますが、昔徳島の北の方は穀物の阿波の国、それから南の方は長野国というふうに言われてましたね。長野国ね、こんな最近よく長野国はこんなんですよとかいうことで宣伝してますが、古墳とか古銭とかね、それから刀とかいろいろそんなんを展示したり説明したりしてます。阿波の国ね、阿波の国がどこにあるんだろうか、また後で説明をしたいと思います。その阿波の国2つあったんですけども、阿波の国と長野国が合併して阿波の国一つになった大化の改新の頃ですね。それから平安時代になりまして、一時ではいかんと、阿波国の阿波だけではいかんということで、小里編のアート波をつけて二文字にしたんですね。これは国の法律ですね。これは中国の影響だろうと思います。中国は唐とか隋とか明とか元とかね、こういう言葉でしょ。で、一時こそが文明国なんです。二時は野蛮国というかね、下に中国が一番、これに信じをさないか、みんな家来なんですよね。そんなことで、変えたんでなかろうかなというふうに思っております。阿波から、穀物の阿波から阿波に改名されたと。これでは阿波はどこであったかと、どこで阿波を生産したんだろうかというようなことですが、これ善入寺島っていうのが、善入寺島というか、この川島城から川の吉野川の方を眺めますと、向こうに大きな島があります。これがこれですけどね、川中島です。これが500ヘクタール、ここに500戸、3000人も住んでいたということですね。それがまあ川中島ですから、洪水がね、徳島は、吉野川暴れ川ですから、これで、今も洪水見たら分かりますよね。これで流されてしまったらいかんので、国が強制退去したんですね。大正初期ということです。それで吉野川の改修工事をしたということですが、
ここは広いですよ。まあ500ヘクタールと言いますとね、甲子園の130倍も50倍もあります。これぐらいの広さで、鹿児島の方の人おりませんかね、いたことある人。こんな感じで、潜水橋の上から撮った吉野川、こちらが前日町ですが、もう行ってみたら家は一軒もないですからね、農地ばかりですから、まあ北海道の広さみたいな感じを受けます。北海道にはほら全然かないませんけど、まあ徳島にもこんなところがあるんやなということで、泡もたくさん取れたんだろうなということを実感いたします。今でもね、あの農耕の権利はあるようで、そこでたくさんの稲とかね、トウモロコシとか芋とかいろいろなものが生産されております。これが泡です。それと、まあ、歴史ちょっと進めまして、徳島のいわれ、徳島の周辺は吉野川と、先ほどの吉野川とその西側の三角地にあたるんで、水に囲まれて島ばかりなんですよね。ですからこの島をに、まあ、縁起のいい徳という字をつけて徳島になったというふうに言われてます。それでたくさんあの川で藍とかね、何が取れますので、それで藍商人たちはたくさん儲けたというかね、資材を貯めて、まあそれを歌舞伎とか人形浄瑠璃につぎ込んだというふうに言われてます。これは江戸でなしに八塚さんが入城をした頃の徳島のお城の付近の図です。ここに猪山城っていうのがあったんですね。猪山城、徳島城の前のお城です。これは室町時代、細川頼幸か1300年代に作った猪山城。まあ猪山城というのは中国の渭水に似とるということから取ったということですね。ですから伊の東は伊東地区、それから北側は伊北地区、今でも使ってますよね。南が伊南とは言いませんけどね、まあ伊北と伊東は今でも使ってます。それとその周辺は福島、住吉島、城山島、出来島、寺島というふうに島ばかり。で真ん中の丸いのは氷炭島でございます。氷炭のこと、そんなことで、それに上に縁起のいい徳をつけて徳島にしたということで、確かにこれが徳島とこうなったとは呼んでませんけど、まあ大体わかりますわね。そんな感じでございます。いろいろ引っ張りましたけども、いよいよ人形浄瑠璃の歴史から始めたいと思います。声がちょっと悪いますけど、聞こえてますか、いけますか、はい。人形浄瑠璃ね、人形浄瑠璃はこの語る人太夫さんと三味線する弾く三味線弾きと人形を扱う人形使い、この三行が一つになって人形浄瑠璃なんです。ですからね、それぞれ別々に発展してきた。太夫さんも三味線弾きも人形使いもね、もともとは別だった。それが1600年頃に一緒になったんですけど、太夫さんっていうのは平家物語などの軍記物を語る平曲から変化した。平曲っていうのは琵琶を弾きながら語るのを平曲って言いますけど、これであの平家の物語、平家物語っていうのはね、読むものではない、語るもの。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿掃除の鐘の色、花の色、
少女必須の断りを表す。ツン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 とこう吸うような形でやってますよね。非常に琵琶の音が似合うというか、そういうものから太夫さん、太夫さんの語り、これは人間がやってますから一人一人違うんです。今の太夫さんもね、もうその人によって、私どももこの淡路浦部屋敷でね、太夫さんいろいろ聞いてますけど、その人によって形勢が合わなるとも全部変わってきます。まあ、野球のピッチャーに例えられてます。大谷投手が剛速球を投げる、ね、これから緩いボールを投げる、曲がったボールを投げる、そういうような形で語っていく、これが太夫さんですね。これと三味線弾きは野球で言ったらキャッチャーです。速い球投げようとか、ちょんちょんとこうサイン出してね、それを引っ張っていくというようなことですが、まあこの歴史から言うたら三味線弾きは、昔は琵琶だったんですけども、1570年頃に琉球から三味線が伝わってきて、大阪へ1570年ぐらいですけど、それが改良されて三味線になったと。三味線はね、琵琶と違って非常に明るい高い音、速い音が出ます。そんなことで人形浄瑠璃にはぴったりだったということが言えるかと思います。人形操り、人形扱いの起源、これだけはね、ちょっと想像がつかんか分かりませんが、これは外国から来たんですね。7世紀に入り、傀儡という集団が渡来した。その当時はね、中国、朝鮮半島を経由して中国からたくさんの移民があったというようなことです。でその人たちがね、集団、一番多いのがこのチベットから入ってきた最大の移民は鳩のゆずきっていう、鳩です。秦の始皇帝の末裔かと思うような感じですけども、この人たちがねたくさん入ってきて日本の文化に影響を与えてるわけですね。奈良の大仏などもこの人たちの助力が多かったんだろうと思いますし、平安遷都にもこの人たちが関わったと言われてます。これで、渦政っていうところがありますけど、ここへに拠点を置いたということです。旗、真の真は遠く遥かですよね。そこから田は第一、遠来の統率者という意味だそうです。それから佐賀というね、佐賀の方へも皆さん行かれた方があろうと思いますが、佐賀も佐は都、賀は郊外ということで、郊外の都というふうに訳されております。これは戸伏太平さんという方の小説の中から出てますので、まあ他では私読んでことないんですけど、こんな感じでございます。それから旗、もう一つね、土佐の長宗我部も秦の始皇帝を遠祖とするということで、長宗我部宮内少将旗の元近と堂々と名乗っておりまして、もう我こそは秦の始皇帝の末裔になるぞというようなことで、旗という字は非常にもうステータスな名前というか、現在もね、この中に旗さんおいでませんか。日本にも結構ね残ってます。 OB 会の会長が旗信夫さんっていうんですよ。非常に体大きくてね、まあ私のどもの倍ぐらい体があるぐらい、立派な方でございます。そしてその傀儡の民族がやってきてね、渦政とか西の宮神社に住み着いて、ここで、お札売りなどをしていたということでございます。そして、このお札売りするのに使ったのが
これ、箱の中に、箱の中に、これちょっとこっちに行きますが、首から箱をぶら下げて、中に人形がおるでしょ。これがこの人形の最初やというような、これ西宮神社に現在のボランティアがこんなことしたんですけど、こんな感じでお札売りをしていた。これが人形の始まりということで、これで操っていたわけですね。そんな感じを、ちょっと元へ戻します。太陽さん、太陽さんね、これ全力投球をしてます。この人は藤本宗子さんで、平成座の座長でございます。まあ素晴らしい方で、この人のね、うなりというか語りを聞きますとね、ああこれは人形浄瑠璃やなと思います。これと三味線弾き、この人とは違うんですけども、有名な友若さんとか友助さんとかね、若い立派な方が出ております。人形扱いは一体を三人で扱うんですね。ですからこの二人おりますと六人おるという形で、みんな黒子ですね。人形が目立つように自分たちは影の黒子という形にしてます。西宮神社、今説明しましたけども、西宮神社には今もこの百太夫、ここのこれ人形使いの元祖って言うんですね、この人の神社、それとここに傀儡師たちが住み着いたといういわれを書いた像があります。これですね、人形操り発祥の地、傀儡師は一名九窟師ともいい人形回しのことであります。現在もこの地を三女と言いますが、中世以来西宮の恵比寿様に関わる人形回し一団がこの付近に定住していましたというようなことが書かれています。これ皆さんにもお配りしたんですけど、見にくいんですよね。今言った人形がどこから来たかとか、語りはどうかということがしとるのが、ここがね、一体になったのが1600年頃です。それから本流というかね、大きい流れは大阪です。大阪で、近松門左衛門とか竹本義太夫とか、こういう偉い人が出て、あるいは文楽圏、文楽が出て今の大阪の文楽、国立劇場につながってます。これが本流です。もう一つは西宮神社から淡路渡って、淡路で、徳島の八草さんが保護したり、いろいろ発展して、淡路と淡路の人形浄瑠璃と阿波の人形浄瑠璃が続いていると。この二つ、これこっちの方傍流というかね、こっちが本流、これ二つ、三つともね、うまく成功して今も続いているということです。この漫画はちょっとつけてませんけど、どうして、淡路の人形浄瑠璃ができたか、あるいは西宮神社ができたかというようなことです。淡路は小野黒島って言いまして、神さんが作った島ですよね。日本の国で一番最初に作ったのが淡路、そして淡路で、その淡路と恵比寿さんを作ったと。で、恵比寿さんがこのなぜか海に流されたんですよね。これは淡路の岩屋から流したという説がありますけど、あれから流したら神戸つきますよね、ほら。まあそんなことで、そこでこの漁師の百太夫、先ほど神社ありましたけど、百太夫が助けて、恵比寿さんのね、住まうところを建てた。それが西宮神社だと。で、恵比寿さんは足が悪いんでね、それの世話をしているのが道訓坊、道訓坊という人です。そういうようなことをしていたら、波も収まって魚もたくさん取れたということですけど、道訓坊が亡くなってしまうんですよね。
そうするとまた波が荒れて魚が取れなくなった。これはどうしたもんじゃろうのというようなことで、百太夫が帝に相談したところ、道君坊に似せた人形を作りなさいと、ほんでそれをお祭りしなさいということで、道君坊、これがいわゆる人形ですけど、これを作ったところ、波が収まってね、また魚が取れ出したということで、またそれで百太夫は全国を回るようになったという神話みたいなものがあります。それが、今の文が源之丞由来記という比嘉岳の文章をお伝えしておきましたので、私が読んでみました。これそしてこの百太夫がね、淡路に渡るわけですね。淡路に渡る、なんで全国回っていた百太夫が淡路に回ったんかということは、淡路は西宮神社の荘園だったんです。これもね、荘園だったと本にも書いとんですけど、この私淡路に淡路人形浄瑠璃資料館っていう中西さんっていう偉い先生おるんですけど、そこで聞いてみたんですけど、中西さんはいや荘園でないと言いますから、どっちが正しいか分かりませんけど、まあ淡路にはしかし同じ名前とかね残っとんです、先ほど言った三条とかな、三条もここの淡路が人形浄瑠璃発祥の地でありますし、広田いうと、広田は西宮神社の親分格の神社ですから、そういうものが残ったんで、荘園でなかろうかだったんでなかろうかなというふうに思ってます。まあとにかくそこへ百太夫がやってきて人形浄瑠璃を教えるんですね、淡路の人たちに。そしてこの比嘉岳っていうのがあるんです、あの淡路香川県にある比嘉田、比嘉岳の娘さんと結婚して上村源之丞ができるわけです。そしてそれが、まあ、人形浄瑠璃祖と言われてずっと発展をしていくことになります。これで一挙に話が飛んでしまいますけども、そこでね、人形浄瑠璃をしとったものが宮中にも出入りしたと。1570年、それを宮中、まあ皇居ですね、皇居でこの四季三馬僧を操って、なんと樹脂の下に寄せられた。樹脂の下、これ後で詳しく説明いたしますけども、まあ八塚さんと同じくらいなんですね、阿波の殿様と同じくらいの位を得たと。人形使いがそういうことが得られたっていうんですから、画期的なことです。それだけその当時人形浄瑠璃というのは非常に重宝されとったんですね。樹脂の下、まあ役人につける位ですけど、国家にどれだけ貢献したかというようなことになります。ちょっとこの話を次にいたしますが、上村源之丞、この人はねたびたび出てきますので説明しておきます。淡路人形座の元祖として最も古い歴史と格式を誇り、業界を取り仕切ってきた。上村源之丞の座元が比嘉岳なんです。で当主は源之丞、芸名が源之丞で、16代まで続いて徳島で空襲にあって消滅してしまいます。ですから源之丞は徳島で死ぬんですね、16代目ですけど。これがこの写真です。眉山の下に観音寺っていうお寺があります。ちょっと隠れてます、あの大道の通りからはちょっと見えません、コンピラさん見えます、それの右側にあります。そこの観音寺に源之丞の墓がありまして、ここに源之丞は徳島に3つの小屋を持ってました。栄町、新栄町といいます、栄町のに稲荷座、これ皆さん知ってるかな、 OS グランドっていう映画館がありましたね、あそこ、それから新町橋に相生座、それから小松島にも南海座、この間小松島で話していましたら南海座ありましたって言ってました。この3つのして非常に徳島でも活躍したわけですね。これ見てください、このお墓の上読めますかね、樹脂の下、
日向の城引けたけ霊大の墓というの、お墓にもね確かに受信にくいということになります。中南言からもね確かに、源之丞に渡したぞという顔を押してあります。これとこれと同じものですけど、こっち分かりやすくしたんです。ここに中院大納言執達の顔が押されてまして、確かに これによって受信の義を除せられるものなりというようなことで確かにせられたという証文です。ここで簡易の話ね、受信の義どの変化分かりにくかったと思いますが、これを見ていただきますと、簡易はこの小小1位から小、ここに書いてませんけど小8位まであるんです。だから11位から18位まである。それで14位からはね、聖と上と下とがあります。上と下とか、まあ、そんなくらいのとこで上村源之丞樹脂の下、これは蜂塚義秀藩と同じくらい、三好長家もこの辺。1位はまあ徳川家ですよね、大体が徳川家とか秀吉とか信長とか、ねねさんも12位ねあります。徳島県関係では三木武雄さん小2位、それから後藤田さんが小3位、大体ね、樹脂の下っていうのに10万石ぐらいの大名でないとこれがくれない。あとはね15位の芸とかこんな感じなんです。ですからいかにこれが偉かったかっていうのと、それともう一つ今日言いたいのは蜂塚持明さんね、これがどうしてこんなに偉かったかということなんですが、この人はまあ江戸城、江戸幕府が終わって明治時代になってイギリスへ留学する、これからフランスの在勤公使になる、公爵になる、東京都知事、これ違うぞと今日言われたんですけど、東京府という謎という説明ね誰かしていただきましたけれども、今や東京都知事は小池百合子さんがね頑張ってます。こんなことも蜂塚さんはやったわけですね、文部大臣。それからまあ名前としては東京海上保険ね、東京海上西道って言いますけども、この会社の創設をしたとかいろいろ貢献してまして、ここにおるんだなということが分かろうかなというふうに思います。皆さんのところに学校の先生おじいさんとかありますか？あの人たちはね、この結構くらい、そこに16位ぐらいはもらってますよ。この辺の学校の先生とか役人でないとくれませんからね、私みたいに民間のものではくれませんから、こんなところ家のおじいさんとかお父さんの見てみてください、結構もらってます。最後の虎の様八冠持ち、こんな方だったんですね。これで、徳島の人形浄瑠璃は西宮神社から西宮を通して淡路渡って徳島に来たということで、これを人形浄瑠璃街道というふうに言ってますよね。いよいよこの阿波に来た人形浄瑠璃の起源です。それまではね、淡路島徳島県のものでなかったんですけども、元和元年1615年、まあ正しく言うたら14年の冬の陣、それと15年の夏の陣、
これの選考によって徳島の領土になったと、皆さん歴史いろいろ勉強されたり、今までこの講義でも聞かれたと思いますが、阿波の七勘定聞かれてますかね、森とかいろいろ活躍してね、徳川家康と秀忠が出した褒美の印ですけど、そんな功績によって何をもらいました、稲田さんでね、森さんと稲田さんが結構多かった活躍したんですけど、これによって淡路島を徳島の領土になったということですね。で、八ヶさんはそれでそこで人形使いをしていた者たちに道訓棒回し百姓という身分を作ったということです。身分作ったわけですからね。そして非常に保護するんですね。貿易の免除、貿易っていうのは青年男子に課せられた労務の課税で、建築とかデブとかにね、年間20日ぐらい、ただら働きをするということですね。非常に重い税金です。それを免除するということとか、資金を貸し出しするとか、こういうこともしましたし、城内三条の許可などもした。これは武士の扱いですね。それぐらい優遇をしたということです。これは、徳川秀忠が確かに渡したぞという証文ですね。阿波国18万6千石余りと淡路国7万石余り、合わせて25万7千石を松平阿波の神に渡しますよという証文でございます。これは貴重なもんだそうです。それともう一つの、これは私が淡路の人形浄瑠璃座の資料館からコピーをしたんですけど、道訓棒回し百姓の宗付帳です。小倉道訓棒百姓一家日向年25歳と、この者はの宗付帳には貿易三本を代々免除するということを書かれてます。貿易三本、一本が5人分ですから、三本だったら15人分の労務の税金を免除するということですから、大きいですよね。これで人形浄瑠璃も成り立っていくんだろうと思います。その他に暗いね、樹脂の毛なんて暗いももらったけども、いつも経営なんでお金はピーピーしとったんです。それでちょっと儲けさせてやろうかなという話でお手当て芝居を許可しました。銀札三貫目を貸して、三貫目っていうのはね、金が10万円としたら、500万ぐらいです。それを10年無利息で貸すというようなこと、これと お手当て芝居、他の工業は一切認めん、三里四方他の人形浄瑠璃も歌舞伎も、ね、曲芸もいろいろ何もしたらいかん、この上村源之丞の芝居だけを許可するということでしましたら、こうしますと儲けますわな。それで収益16貫目、銀16貫目約2500万ぐらい、ここで利益を得た、大きなお手当でございます。こんなことも支援した、そんなことで、ここに源之丞がね書いとる文章の中に、貿易三本をご赦免いただきましたとか、日向の名もたおまりました。日向っていうのは、措置の芸は火に向かうって
行くがごとく素晴らしい芸であるということから日向とつけたらしいです。それからご主義芝居、お手当芝居、それから銀お金を貸したとかいろいろ出てます。そしてお手当芝居のね、これが図です。その当時ね、こんな素晴らしい図が残っとるということですね。これには、3000人収容できるとか、入場料がねどんなものかとか、いろいろここにも桟敷があるんですけど、これが、細かく書いてます。こういうのがね、1693年ですよ。こんな時代にこんなものができとったと。ですから淡路の資料っていうのは非常に優れてますね。入場料、この座敷、何にもないとこだったら、まあ1200円ぐらいで入られたんでなかろうかなというふうに思ってます。それに比べて徳島の人形浄瑠璃の資料はどうかということで、出したのがこれです。元家文書角屋日記というんですね。これ文書館にあったものを原本コピーさせてもらいましたけど、段ボール箱2つにね、愛好理さんどうぞって出してくれたけども、読めるもんではありませんので、1枚だけ写真を撮らせてもらいます。しかしこれね、この文書館の人がきれいに整理したんですよ。その中からこの素晴らしい人形浄瑠璃公演記録がねずっと出てます。そうすると人形浄瑠璃をどこででもしたらええんではないんですね。徳島県でしたら眉山の下の佐古からずっと二軒屋にかかるあの通りが限定されてまして、もちろん武士の館とかね、商業のある道とこではやってません。そんなことで、いろいろしたんですけども、徳島はこの時ものすごくこうにぎわしい、町だったんですね。そういう記録がずっと出てます。この下にもラクダまで来たっていうんですけどね。根津先生、ここでも講義すると思いますが、あの方がそんなことも書いてますけど、これがこんぴらさんね、この辺がまあ一番にぎわしいところです。ここ右の方行きますと先ほどの源之丞の墓です。これと灯台ね、これ愛聖人たちが建てた灯籠です。住吉、大阪の住吉神社で大きなの建てて、それの残りの鐘でしたっていうんですからね、愛聖人の力っていうのはすごかったと思います。これとこれが先ほど申し上げましたラクダの図です。これはね1821年ですから、ペルーが来る前なんですよね。その前に徳島にラクダが来たんですよね。当時の人はびっくりしたでしょうね。オランダ船がオスメスニと将軍家に献上、オランダの商人たちは日本からね貿易で儲けてやろうと思って、それになったら将軍に機嫌を取らないかんので、こんな形も取ったんだろうと思いますけど、これを見て、びっくりしただろうと思います。50分で休憩ですかね。はい、これではちょうどキリがいいんで、こんなところで、休憩したいと思います。お疲れでございました。